本日はリアルな街並みを作るロブロックス。このブルックヘイブンの街並みをリアルな現実世界のステージに変身させようと思います。そしてそのステージに友達のヌーブ君を招待します。ヌーブ君からの評価はどうなるでしょうか。どんなステージになるか気になる人はぜひチャンネル登録よろしくね。よし、早速このステージをリアルに作り変えていこう。まずパッと目につくのがこの木だよね。現実にはこんなブロックみたいな木はないからね。まずこの木を消してと、そして代わりに木を埋めよう。ここにリアリスティックツリーって検索して、お、こんな感じの木かな。で、これを拡大してと、お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。こんな感じでね、一目瞭然だね。こっちにも同じ木を置いてと。そして地面の草の部分が気になるよね。現実にはこんな緑の地面なんてないわけだから、ちゃんと草を生やさないとね。この草はどうかな。ちょっと拡大してと、おー、いいねいいねいいね。ここの地面一面に植えちゃおう。よし、こんな感じでいいんじゃないでしょうか。で、それと道路も気になるよね。現実の道路ってこんな材質じゃないよね。素材感がちょっとね、のっぺりしてるからね。どんな感じがいいかな。アスファルトって道路の感じ、どんな感じがいいだろう。こんな感じかな。ちょっとこれなんか汚れすぎなような気がするけど、材質なんか本物に近い気がする。色も黒くしてと、全然違うね。だいぶ本物っぽくなったんじゃない。道路変えてこう。よし、道路はこんな感じでいいかな。プールにも水を入れないと。本物っぽいか。でもなんかちょっと違う気がするな。リアルっぽい水を選んでと。わあ、水浸しになった。やばい。さっきよりこっちの方が良くなったかな。あんま変わんないから。でっかいアーチの材質も変えよう。レストランも変えよう。これも作り物っぽいからね。消してと。一気に消したいな。そうだ、魔法の消しゴム。おらおらおら。よし、やっと綺麗になった。代わりのレストランを置こう。よくわかんないレストランじゃなくてマクドナルドを配置しよう。看板も書いてと。この建物もあんま良くない気がするな。おら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 。よし、さら地になったぜ。さて、ここで問題です。次は何の建物を建てるでしょうか。正解はセブンイレブンでした。リアルにしないとね。ガソリンスタンドも変だな。よし、リアルになったけどちょっとボロすぎるかな。まあいっか。次に現実的にするといえばこの飛行機でしょ。飛行場なのに小さすぎでしょ。こんな滑走路が一本あるだけなんて、ちゃんと作り直さないと。えい、よしと。あっ、飛行場おっきいな。よし、こんな感じでいいかな。草生やしとこう。あとはやっぱね、車を置こう。おお、かっこいい。パトカーも配置しとこう。パトカーもなんかリアルだな。あと消防車も。消防車なんかこんなかっこいい感じだったっけ。まあいっか、海外の消防車かな。あと街にはね、住人も必要だな。おお、いいねいいねいいね。街中でこんなポーズで立てたら完全に不審者だけどね。こう配置してた。最後は空だね。この空は人工的すぎるよ。こんな感じかな。おお、ちょっと綺麗すぎるか。おお、夕焼け、いい感じじゃない。この空いいね。マックとその背景の夕焼けの空、おしゃれだ。よし、それじゃあヌーブクを呼びに行こう。ヌーブク見て見て、いつもと違うでしょ。ほんとだ、いつもと雰囲気が違うね。ほら見てよ、ちゃんと住人もいるし。
動いてる人もいるな。めちゃくちゃリアルでしょ。全然僕たちと頭と体のサイズが違うでしょ。違う世界の住人みたいだ。他にも案内してよ。任せてよ。ここがマクドナルドロブロックス店1号だよ。でそれでマックの横にはセブンイレブンがあるの。よく知ってるお店ばかりだ。見てよこの風景。なかなかエモい風景だね。ヌーブ君、僕の作ったこのマップ何点かな。もちろん100点だよ。よっしゃ、頑張って作った甲斐があったぜ。そうだ、他の場所も探検してみよう。あ、ヌーブ君待って、そっちは行ったらダメだよ。あれ、こっち側は全然リアルになってないぞ。ヌーブ君、あれだけ見てはいけないと言ったのに知ってしまったな。この街がまだ完成してないことを